ルイス・エンリケ・セッサは、メキシコ・ベラクルス州コルドバ出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。MLB のニューヨーク・ヤンキース所属。2008年7月9日に、ニューヨーク・メッツと契約。2009年、ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・メッツで、プロデビュー。内野手として起用され、34試合に出場。打率19、191、1本塁打、9打点。 8盗塁だった。2010年は、ルーキー級、ドミニカンサマーリーグメッツ1で23試合に出場し、打率、162、3打点、1盗塁だった。2011年から投手に転向ルーキー級、ドミニカンサマーリーグメッツ2で5試合に先発として、登板後、7月に飛べ。ルーキー級、ガルフコーストリーグメッツで十試合に登板し、四勝二敗。 防御率3.66だった。2012年は A-9 ブルックリンサイクロンズで13試合に登板し5勝4敗防御率2.49だった。2013年は A 級サバンナサンドナッツで21試合に登板し8勝4敗防御率3.12だった。A 級セントルーシー時代2014年は A 級セントルーシーメッツで開幕を迎え 7試合に、当板。3勝3敗、防御率3.240の成績で、5月21日に、AA 級、ビンガムトン・メッツへ昇格した。同日のポートランドシードグス戦で、先発起用されたが、3.2回を7アンダ失点と、結果を残せず、5月23日に、A 級セントルーシーへ降格した。降格後は13試合に当板し、4勝5敗。 防御率4.35だった。2015年は A 級ビンガムトンで開幕を迎え、13試合で7勝4敗、防御率2.56と高騰。7月3日にトリプル A 級ラスベガスフィフティワンズへ昇格。5試合に登板し、0勝3敗、防御率8.51だった。2015年7月31日にヨエニスセスペデスとのトレードで、 マイケル・フルマーと共にデトロイト・タイガースへ移籍。移籍後は、トリプル A 級、トレド・マット・ヘンズで7試合に登板し、1勝3敗、防御率5.97だった。オフの11月3日に、タイガースとメジャー契約を結んだ。2015年12月9日に、ジャスティン・ウィルソンとのトレードで、チャド・グリーンと共にニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。二千十六年は開幕ロースター入りし、 4月8日に、古巣のタイガース戦で、メジャーデビュー。3点ビハインドの7回裏から登板し、2安打1失点だった。その後登板機会はなく、左打者が、打順に並ぶシアトルマリナーズ戦に向けて、左投手であるタイラー・ウォルソンを昇格させるため、4月15日トリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースへ降格。トリプル A 級で6試合に登板後、 5月17日に不調のリリーフ陣に代わってメジャーへ最初をした。昇格後は2試合に登板したが、6月7日に再びトリプル A 級スクラントンウィルクスバリーへ降格。6月26日に再びメジャーへ昇格すると、6月29日のテキサスレンジャーズ戦では3回1安打1失点の投球でメジャー初勝利を挙げた。しかし、 リリーフながら毎試合失点し、7月4日のシカゴホワイトソックス戦で2回を5安打3失点と、打ち込まれ、7月5日にトリプル A 級へ降格した。最終的には先発で9試合、リリーフで8試合に登板して、防御率4.354勝4敗、ホイップ1.11という成績をマークした。2017年は開幕をトリプル A 級、 スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースで迎え、6月までメジャーに昇格しなかった。10試合に投げたが8月に強格の怪我で故障者リストに入り、シーズン終了となった。2018年も同様にトリプル A 級スクラントンでスタートし、メジャーでは先発や中継ぎで起用された。16試合で44.2回を投げ1勝4敗2セーブだった。 2019年は3年ぶりにメジャーで開幕を迎え、主にロングリリーフとして起用された。自己最多の43試合に登板し、2勝1敗1、セーブ、防御率4.11と成績にも向上が見られた。2020年7月4日に新型コロナウイルスに感染したことが確認された。平均93から95マイルパーアワーの ォーシームに平均79から82マイルパーアワーのカーブ、スライダー、チェンジアップの変化球を持つ。ありがとうございます。